皆さんこんにちは。今回は乃木坂46不人気メンバー10人を理由とともに紹介していこうと思います。まず1人目は1期生の和田まあやさんです。乃木坂46の1期生としてデビューした和田まあやさんですが、8月31日に発売の30枚目シングルの活動をもって卒業を発表しました。とても長い間アイドル活動を続けていましたが、選抜に選ばれたのは2回でした。その分アンダーメンバーとして乃木坂46を盛り上げていましたし、バラエティ番組ではおバカキャラとして定着していました。しかしそのおバカキャラでもファンの意見は分かれるようで、おバカキャラはもう古いという意見が多くあったようです。2人目は3期生の向井葉月さんです。向井さんはまだ一度も選抜に選ばれたことがありません。3期生で選抜に選ばれたことがないのは向井葉月さん、吉田綾乃クリスティさん、中村玲乃さんの3人です。このことからも3期生の中での格差が広がっているように感じます。他にも不人気の理由として私生活でのアイドル感のなさが挙げられます。番組で楽屋の様子を公開された写真では髪の毛はボサボサで、服装もダサく、ファンの方からは驚きの声が多く上がりました。3人目は先ほど3期生で選抜に選ばれていないと紹介した吉田綾乃クリスティさんです。吉田綾乃クリスティさんは名前からもハーフなの？と思われがちですが、純日本人です。本名がクリスティなのは家族でハワイに住む予定だったからだそうです。ここで吉田綾乃クリスティさんについて調べてみると、ファンの多くは普通に可愛いのになんで人気ないの？と不人気であることについて疑問を持つ人が多くいました。そこで不人気な理由を2つ書いていきます。1つ目は年齢が高いことです。吉田綾乃クリスティさんが乃木坂46に加入したのは20歳の時で、現在は27歳です。そのこともありファンはすぐに卒業しそうと思っているようです。すぐに卒業しそうなメンバーを応援するのは寂しい思いをしたくないのでやめておく人が多いようです。2つ目は歯並びが悪いことです。アイドルという職業なので笑顔での撮影が多く、その分歯並びの悪さが目立つようです。芸能人は歯が命と言われるくらいですから、矯正して綺麗にすればもっと人気が出ると思います。4人目は2期生の伊藤純奈さんです。2期生は冠番組などが1期生と比べて少なく、不遇の時代を過ごしたメンバーと言われます。そのためテレビ出演などが少なく、ファンの心をつかむのに時間がかかったと考えられます。また伊藤純奈さんは舞台での仕事が多く、他のテレビ出演が多いメンバーと比べると知名度や人気がないのかなという印象です。また27枚目シングルで卒業する前に彼氏発覚で文春報道されていました。これは伊藤純奈さんと 2.5 次元俳優の納谷健さんとの熱愛スキャンダルで、文春オンラインによれば約2年前から交際していたそうで、納谷健さんが伊藤純奈さんの暮らす高級マンションに向かったところを撮られました。これには伊藤純奈さんを応援していたファンはひどく悲しみ、裏切られた感が拭えません。5人目は4期生の北川優里さんです。北川優里さんはアメリカ合衆国のカリフォルニア州で生まれました。そのためバラエティ番組でも英語を披露する機会が多く、乃木坂46の中で英語といえば北川優里さんとなるほどです。また英語だけでなく他の教科も優秀らしく、慶応義塾大学に通っています。そんな北川さんが不人気な理由はモバイルメール送信数でダントツ最下位だったことです。1位は神奈川さやさんで102回なのに対して北川さんは35回でした。これにはファンからは乃木坂46としての活動にやる気が感じられないなど意見が多くありました。6人目はモバイルメール送信数で1位だった4期生の神奈川さやさんです。神奈川さやさんはスキャンダルによって加入初期から人気がありませんでした。そのスキャンダルというのがジャニーズジュニアの林レノンさんとのデート姿を文春に撮られたことでした。ルックスもよく、加入してすぐにこんなことがなければ今とは全く違った結果になったでしょう。しかし最近ではキツネダンスなどで話題になり、30枚目シングルでは初の選抜入りを果たしました。他にもテレビ出演なども多くなってきたので今後の活動に期待が高まります。7人目は5期生の岡本姫奈さんです。岡本姫奈さんはデビュー前に活動自粛となりました。何かやってはいけない重大な違反があったようです。他にも違反画像が流出したり、彼氏とのデートなどが投稿されていたり、同級生がいじめをリークするなど様々な問題を起こして炎上していました。ファンとしては
加入してすぐなのに彼氏がいることや、乃木坂46時間テレビの期間中にディズニーデートすることに対して許せる人は少ないのではないでしょうか。また、岡本姫奈さんが同級生をいじめていたとしたら、アイドルとしてではなく人としても応援する気はなくなっていくはずです。このようなことからデビューしたばかりですが、不人気メンバーになってしまいました。8人目は2期生の佐々木琴子さんです。佐々木琴子さんは笑顔が多い方ではありませんが、凛として整った顔立ちは乃木坂46の中でも目立つ存在です。また、ラジオ番組レコメンによって毎年行われている女性アイドル顔だけ総選挙では2019年に2位を獲得しています。このことからもわかるようにルックスに関しては乃木坂46の中でもかなり上位のはずです。ではなぜ不人気メンバーに入っているのかというと、握手会での塩対応が原因だと考えられます。短い時間の中でファンの方とコミュニケーションを取り応援してもらう重要なイベントですが、塩対応なため多くのファンの心をつかむのは難しいようです。9人目は3期生の伊藤リリアさんです。3期生が加入してすぐは様々な雑誌や表紙にセンターとして写っているほど人気でした。また今でも舞台にラジオなど各方面で活躍しています。しかしテレビ出演は少なく、雑誌などの表紙を飾ることもなくなってきました。これには3つほど理由があると思います。1つ目はブログの更新頻度が少ないことです。テレビなどの出演が少ない場合、ブログなどでファンの方と交流したいところですが、その頻度が少ないことからやる気がないと思われているようです。2つ目は体重管理の失敗です。乃木坂46のメンバーは皆スタイルを維持していくために日々努力を怠りませんが、伊藤リリアさんは他のメンバーと比べると少し太ってきています。これは、やはりアイドルとしては致命傷になりました。3つ目は、僕っ子が治らないことです。伊藤リリアさんは自分のことを僕と呼びます。これに関しては好みなので好きという人もいますが、ある一定数は僕と呼ぶのに違和感を持っている人がいるようです。10人目は5期生の中西アルノさんです。中西アルノさんは29枚目シングルでセンターに抜擢されていました。これはグループ史上最速でのセンターと期待されていましたが、パパ活疑惑などが噴出し、活動自粛になりました。パパ活疑惑というのは、中西アルノさんがデビュー前に、SNS 上で出会った男性と食事に行ったり、カラオケにいた時の写真が出回ってしまったことにより、デビュー前なのにもかかわらず活動自粛に追い込まれました。これにはファンとしても応援したくてもできないですね。しかし、最近では自粛も明け、乃木坂工事中では、他の5期生と共に藤山登頂を達成するなど、遅れを取り戻そうと頑張る姿にファンは着実に増えていると思います。以上、乃木坂46不人気メンバーとその理由でした。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。